「どうでもいい絵描き歌ゴールデン」「川がニョロニョロありましてありまして最後の最後は滝になり川のまわりには石がいっぱいころがって歩くのたいへんそうだなでも 石がたくさんありましてありまして川の後ろには大きな山が5つ程度ありまして真ん中のは三角にしておくと後ほど都合がいいでしょううわー 大変だ山に亀裂が大きく」「亀裂が入ってきたよ」「山はバリバリになってしまったよバリバリだよ」「山の」 断面図をこれから見てみよう」「なんと真っ白断層ないんだね」「とりあえず足を4本立ててみよう」 横には大きいモノリス小さいモノリスその隙間に左も大きなモノリスと小さいモノリス並んでる並んでるその奥には一番大きなモノリス毛が2本生えてるモノリスの前には3体の 守護的なモノリスがあるやっと安心できたと思ったら天井にもモノリスが大量にあってさ大量にあってさあっという 「あっという間に」最いの晩餐。いつまでも絶えることなくと 今日うの日はさようなら」